Hey, please don't skip. This is very important. I want you to know I have a Patreon. There's a $1, $3, and $5 tier. If you're interested and want to know more information, click on the card above. Now, let's get into the video. みんなでこう話し合う時間を取りたくて、まずはその今日結果が残念だったメンバーに意思を聞いて、話したいっていうことだったんで、ちょっと集合しました。なんで、みんなで話してください。僕は席外すんで。はい、そういうことです。はい、お願いします。ずっと考えたんじゃないですか。ずっと考えて、いよいよそろそろ決めなきゃってなって4ヶ月経ちましたね。こういった経験が私にまだ一度もなかったんで、多分そういう経験値のない、そういう多分悩みだと思うんですけど、でも何ですか、自分自身こうなんかずっとこれでいいんだっていう、こういうやり方でいいんだっていう、そんぐらい考えるべきだし、そういうなんかいい意味で正当化してる自分がいますけど、でそれの上で今回のこうやっとこう日にちを決めて、それがもう明日になったんで、ちゃんと伝えて、それぞれのこう次のステップに行けるように、さらにデビューメンバー候補はもっとこうさらなるこうデビューへのこういろんなことを していきたいです。貴重なデータになってほしいです。こういうのダサいですよね。いけてますね。You can tell it's extremely difficult for him because this is his project. This is something that he works so hard on. And making tough decisions is what you have to do as a leader, but it doesn't mean that it still isn't hard. You have to have the confidence and the belief in your own thought process, not only for now, but for the future, that your decisions are best for the project. Because if you fail, it's not just only you losing a job, it's everybody under you that's losing a job. And this could be something that stains the record depending on how impactful the failure is. I know it must be very stressful. X-Galaxy はですね、世界で通用するアーティストを育成し、デビューさせるプロジェクトです。最も大事なのは、スターになりたいという思いの強さです。我々は本気です。必ずスターを生み出します。X Galaxy에는 X が죽을자가들어가고、지금은 X Galaxy 라는이름으로좀더다듬어져서이름이형성이됐는데、원래는 X Galaxy 였습니다、그대로。저희는사랑과카리스마를통해이아티스트의각각의캐릭터와팀의색깔을메시지를전달하는 X 갤럭시라는게뭔가사운드적으로도되게뭔가저는그게와닿아요저희회사는앞으로도아티스트를발굴해서양성해내서제작하는그런브랜드아이덴티티가담겨있는이름입니다아사야주님입니다중학3년생의15살입니다여러분안녕하십니까
私がもともとそのスノーボードを幼い頃からやっていて、こう自分がプロっていう目標があったんですけど、そこをこう12歳の時にこう達成して、自分がそこからこうどんなことをやりたいかなってすごい本当に考えた時に、なんかガールズグループでまだやったことないものを表現するのってすごいかっこいいなと思って、その時絶対私ここでデビューしたいっていうふうに思うようになりました。ハービー・エミです。中学2年生の14歳です。よろしくお願いします。そうですね、モデルとして活動をずっとさせていただいてたんですけど、私自身も何か新しいものをなんか始めたいなってすごい思ったし、誰もやったことのないことをすごいやりたいっていう気持ちが強くなって、でそれに一番当てはまってたのがこの X-GALAX の、プロジェクトのオーディションで、絶対やりたいですっていう意思を伝えさせていただきました。秋山ココナ11歳です。よろしくお願いします。あ、これだってすごいなんか運命を感じたのがこの XG っていうプロジェクトであって、やっぱり小さい頃からダンスと歌とラップに触れ合ってきたし、すごい音楽が好きな分すごいドキドキしたプロジェクトっていうのがすごい初めてだったから、もう運命だって思って、これだって思って参加するきっかけになりました。上田ジュリアです。中学1年生の12歳です。とあるオーディションがあるよっていう風に聞いて、小さい頃から夢でやった世界的なアーティストになるっていうこの夢を叶えたくて、で、まあ、X-GALAX はもうその私の夢とすごくぴったりなところだったので X-GALAX に入らせていただきました。河内真也、小学6年生の11歳です。よろしくお願いします。自分があんまりオーディション受けるタイプではなくて、ちょっとチャレンジすることがちょっと怖かったんですけど、その初めて聞いた時に、いやもうこれ本当に絶対オーディション受けて絶対合格してやるっていう風に思ったのを覚えてます。なんか結構今までにないぐらい革新的にこのプロジェクトだっていう風に思ったんです。自分の人生のプロジェクトがこれだっていう風にパッて思って、なんかすごいそこで一気に自分の火がついたなっていうふうに思います。そうなりはたです。15歳です。よろしくお願いします。近所のダンススクールに通っていたんですけど、そこでスタッフさんがテストみたいなのがあるから受けてみないって声かけてくださって、それが実は XG のオーディションで、母とも話し合ってやっぱりやりたいっていうことを伝えて今に至ります。15歳の近藤茶です。よろしくお願いします。でもあの合格するっていうよりも合格したいっていう気持ちが大きくて、もうその日のために生きてきたぐらいの気持ちだったので、そうですね、もう受かりたいって気持ちでいっぱいでした。네, 일단 제가 한국에서 이제 아이돌 활동하고 그리고 이제 작가 활동하면서 2016년 정도쯤에 뭔가 좀 새로운 그런 음악적인 일을 하고 싶다라는 생각이 들었었는데, 아티스트 팀을 좀 제작을 하고 싶다라는 꿈이 있었는데, 되게 거창하게 들릴 수도 있는데 제가 세상에서 본 적이 없는, 그러니까 유일무이한 그런 팀을 좀 제작을 하고 싶었고, 그렇게 돼서 XG라는 팀을 제작을 하는 X갤럭시라는 프로젝트를 시작을 하게 된 거가 경이인 것 같습니다. 네. 민나 스타디오에 출고시까? 하이. 음악 키카시아 게르카. 하이. まあ、全然決まってないんですけど、あの、まあ、ギャラクシーこういう音楽の方法っていうのをちょっとイメージできるような、ちょっといくつかのちょっと自分が作ったストックを聴いてください。はい、はい、선발하는데도되게많은시간과많은고민을하게되었고그과정에서제가음악을만들었어요.
친구들을 만나면서 많은 인스피레이션을 받았고 初めまして 한국から来た 사이먼です. 안녕하십니까. 아티스트를 꿈꾸는 혹은 모델이나 이런 댄서를 꿈꾸는 아니면 보컬리스트 솔로를 꿈꾸는 이런 친구들을 정말 많이 봤기 때문에 너무나 제 마음도 설레어 있었고 그래서 거기서 많은 에너지와 인스피레이션을 받고 얻고 이제 썼던 곡이었습니다. 全身に鳥肌が立っていつか絶対これ歌うって思いながらすごい宇宙空間みたいな感じの曲だったなってことをすごく覚えていて衝撃的でこんな曲を自分ができるんだと思ったら早く踊りたくて歌いたくてしょうがなかったのを覚えてます。一度も聴いたことがないすっごい新しい音楽でもう完全に X ギャラックスっぽいっていう風にすごい感じたのを覚えてます。もうついていきますっていう気持ちです。聴いた後もずっと頭に残る曲でもうこの曲なら世界を奪えるぞって思いました。그런생각이들고이 XG 뿐만이아니라 X 갤럭시라는회사자체에좀의미있는곡인것같아요제개인적으로도굉장히의미가있는곡이고요、네、これはあくまでもデモなんですね。パワフルでもできる、柔らかくもできる、そういう本当にいい声帯を。I do really appreciate here him giving a demo for all of them to listen to. So he's giving them a goal to strive for, as well as giving them a direction after debut. 持てるのが今の10代の時期です。うん、20代になってからはもっと時間かかるし、なので、お願いします。はい、はい、はい、お願いします。奥にしてこのままの流れでこういう風に突っ込んでいきます。わかりますか？あなた見てないでやるんですよ。普通にあれ天候でそう元気出るね。え、普通の高校だった？そうね、ジュリーも入るもっと入れる入れる入れる一人が足湯してオッケーはい、下入って。いや、これいける。え、エイミー座って。あ、全然いけるよ。足の裏が若干きつめだね。まあ、ジュリーはここに座っといてもらって、エイミーははいはい入りましょう。モンの奥。あ、もしもし。ごめん、勝手に階段取った。階段取っていい？ここ。いいよ、なんかと広いな。書いてもらおう。ぜひ。寮にいる人、なんか決してみんなが料理するパーティーするために買い物行ってるわけじゃないからね。あのさ、みんなさ、楽にしてる時こそ責任感持って緊張感を自分たちでキープした方がいいと思うよ。その寮のお風呂場ってさ、みんなでそうやってサングラスかけて写真撮るところね。えそれをあげる神谷って間違ってない？絶対リスペクトされないやつなんだよ。そういうのはちゃんと考えてないなっていうのがバレちゃう。そういう写真一枚でもうダサいんだよ。尊敬できなくなる、応援できなくなるの。It's important to have fun and relieve your stress when it comes to being a trainee. And I understand these are kids and these are children. However, you do take up a different responsibility when you sign up for an opportunity that not many others get. And it's disappointing that it has to be that way, but the reality is a lot more eyes are looking at you. So posting yourself on social media and having fun makes others think that you're not as serious as them. And you are now in a position of representing a company. And that's a heavy responsibility. You're going to have to be willing to accept that if you want to be part of the industry. What's the name of the
いやなんか、ね、地球の地とね、テスなんだっけ。どういうこと名前する？え、これ、あの、アイリーって名前出してみる。50秒、あと、あと10秒。あと10秒でも今、思い込みの言葉出した。4、3、2、1、ピンポーピンポーえメトブリあ이건 그냥 편하게 리듬 타는 거예요. 이건 누구나 해. 누구나 다 하는 거 하면은 남보다 특별해질 수 없잖아. 땀 어머 엄실하게 보내. 네. 뭐, 이마마드니 受けたことない 厳しくて辛い. 뭐, 自分との戦い. 뭐, 멘탈을. もうフィジカリもう全部辛かったですけど、今思ったら本当にやってよかったって思います。それがなかったら今の自分がいないなって本当に思うくらいすごい重要なあのトレーニング期間だったし、トレーニングだったと本当に心から思います。いやもうめちゃめちゃハードで、本当にハードで、こうメンタル的にもすごいこう来たというか、鍛えられたしというか、一緒にやってるメンバーとかこう受けている子たちがこう真横でもう次の日レッスンに来れなくなったりとか、すごいいい意味でショッキングというか、すごい刺激しかなかったです。今も忘れられないくらい悔しい思いで、もうめちゃくちゃいっぱいでした。まあ감동을먹은거는뭐쓰러진것까지는일단잘모르겠고일어난것자체가일단나는일어나서방송하는게너무좋았어일단그리고마야도어떻게든하려고하는게너무좋았고잊어버리지마한국어合宿をまず言います。韓国合宿を行くメンバーは今のところ4名です。A lot of people are going to look at that scene and go like, why are they making these girls do this? And this is something that everybody does, especially when it comes to young talent. That type of regimen is meant to test your limits so that the coaches and the team can take those limits and help you push beyond those limits. Now, is it harsh? Definitely. But when your purpose is to be one of the biggest artists in the world, your competition isn't going to stop and wait for you to catch up to them. You not only have to fight to become better,You have to fight to become the best. Being great is great, but only few are called the greatest. And if you want to be the greatest, you have to go through anything to get there. 今日皆さん変更可能性があると思って頑張ってください。はい。マヤ。はい。お願いします。안틀리게다시할수있다근데やりたくない?やりたくない?やりたくないです。やりたくない?やりたくないです。じゃあさっきなんで自信ある人って言って出なかったの?自分に自信が起きてなかったです。俺だったら間違えても出たよ。そこがみんなのレベルなの、わかる。うん、僕はみんなを2年後に
本当に誰にも負けないチームを作ってるのしか考えてない人としてすごく今日は失望です。2年後って遠く感じるでしょ、みんな。あっという間で、本当にっていうか審査会から説明会からもうほぼ1年経ってんだよ。じゃあ今日はこれで終わりです。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。And I feel for both sides in that situation. I can understand when you're young, you don't have any fear and you feel like you can accomplish anything. But when you're put in the setting, you realize you're not as great as you think you are, and stuff like that messes with your confidence. So when you fail a couple times, you start to think of yourself as a failure instead of looking at it as, I can be better than this. And then from the coach's perspective and from Jacob's perspective, they have to be confident because he has confidence in them. That's the whole reason that they're doing this. There's people's jobs on the line. There's people's reputations on the line. And if his own talent doesn't have confidence in themselves, how can he achieve the goals that he set out when making this group? So there's a lot of pressure from both sides. その前に伝えたいことがあって、昨日は誰も集中してなくて、振りすら覚えてなくて、なんか先生たちを本当に困らせてしまって、悲しませてしまって、本当に申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。で、今日、昨日と今日でみんなしっかり考えて、考え直して、本気で挑むって決めたので、もう一度、もう一度見てください。お願いします。お願いします。嬉しかったっていう感情がもう選ばれたからやばい、本当にマヤ人生かけて頑張らないとこれやばいぞっていう風にすごい思ってたのをめっちゃ思い出します。もう結構みんなもバチバチだったので、しかも行けなかった子たちのことも考えた時にすごいその子たちのためにも頑張ろうっていう風にも、まあ、思ってたけど、もう自分に精一杯だったっていうのが正直あって、死ぬ気で頑張るしかないねマヤっていう。じゃあ全員いますか。はい、はい、まずは03、アーシャとアマネ、リノ、リオン、ヒカル、ジュリア、マネキスト含めて、で今回、はい、今回呼ばれたのは本当に期待をしているからです。はい、うん、でもジャッジは冷静にトライにしていきます。아티스트가되고자하는그런열정이라고해야될까요그간절한열정간절한마음그리고네근성같은그런거를좀제일중요하게봤던것같아요네그냥아티스트가되고싶어요라는친구들은굉장히많아요근데정말이렇게어떻게보면은되게힘든생각보다힘든일일텐데그거를포기하지않고할수있는그런의지를판단하기가좀힘들었었던것같아요그러니까아그게되게어려웠었던것같아요네아샤도하이아마네하이리노하이와
03です。はい、はい、でここでひな、はんな、一旦03に落とそうとしてます。はんなも本当はね、いろんな課題があったのよ。もっとボーカルのところを集中してできるようにあえて落としました。でもまさかひなとはんなが行けなくなるっていうのは思わなかったんですね。本当に想像もしてなかったので、もちろんびっくりしたっていうのもあったし、なんかもう行けなかった分本当に自分たちが行ってまた戻ってきた時にその全部教えてあげるからっていう風に言ったのをちょっと覚えてます。自分のその態度だったりとか、そのなんていうんだろう、受ける姿勢、レッスンを受ける姿勢だったりとかがちょっと曲がってるっていうのをサイモンさんから教えていただいて、本当にその自分を改めて反省する時間になって、その合宿が自分の中ですごい意味があった時間だったんですね。選ばれなくてもここで頑張ってやるって思ってました。落ちて、すいません、落ちてしまった子とかもいるのも分かってるから、次01に上がれるように毎日毎日人一倍努力してみんなに追いつけるように頑張ります。本当になんか学ぶことが本当にたくさんあったし、気づくことも毎回毎回増えていってて、ちょっと昨日とか今日も一緒にずっと一緒にやってた友達っていうか仲間が、やっぱ失敗することを忘れないで自分と常に向き合って、毎日毎日自分が変われてるように頑張りたいなと思います。これからもう今まで以上に努力しないと、自分の今実力もまだまだだし、もう本当に頑張ろうと思いました。제가지향하는그룹은심플하게는캐릭터그러니까인격인것같아요마인드랑인성비전을갖고있고명확하게자기의그런메시지가있으면서한나라에국한되지않은그런글로벌한감성이라든가이런것들을겸비한아티스트그룹이고요그래서어떠한언어든어떠한문화든사람들에게사랑을받을수있고그리고많은사람들에게용기와희망즐겁게해줄수있는그런아티스트그룹을제일중요하게제가생각하고지향합니다네발표합니다네全員15名観光合宿行きます。はい。じゃんじゃじゃん。懐かしいね。スタッフ분들이랑공항을올때이거를 Okay, so this is a preview of the next episode. I personally don't like watching previews. I like to be surprised, so I'm going to cut it off here. This episode really focused on the responsibility and the determination of these young girls and the internal and external pressures that are not only put on the talent, but also Jacob's and the team. So I'm excited for the next episode. This might have been a pretty long one, but I'm pretty sure that every time I do these, they're going to be pretty long.So I really hope that you enjoyed the content. I tried to really absorb the information. It allows me to make really thoughtful commentary. So sorry if I may not be reacting enough, but I hope you guys still enjoyed. I'll see you in the next one.